はいナミさん T ポイントですよねもう聞かなくなったっていうかね T ポイントがつくお店に行くこともなくなったかなっていうのとまあ、今 T ポイントよりも PayPay がねかなり出てきましたからね PayPay が今一番契約店舗数多いんじゃないかなと思いますしなんとセブンイレブンも入っちゃいましたからねこのセブンイレブンで買い物する時にセブンイレブンのアプリから PayPay っていう流れが一番いいのかなと思いますしうん まあ企業努力はすごいなというのと同時にどういう仕組みでこれねおお金金かからが生まれてるのな例えば PayPay ポイントなんてのはいろんなものを PayPay で購入すると PayPay バックっていうのがあるんですよねでバックされたものを PayPay 運用っていうのを自動的にしてくれるんですけどもこれによって利益生まれてで集まった PayPay でまたね PayPay でか別のものを注文するとまたバックが来るみたいな感じで。 無限連鎖的にその買いい物ができるみたいなねでスーパーペイペイマスみたいなのでやると大体30%とか40%とか戻ってくるんでじゃあ10万買い物したら3万戻ってきて3万買い物したら9,000戻ってきてみたいな感じでなんかすごくねペイペイがあることによってその増税とかね関係なくこう <laughs> 消費意欲が進んでいくみたいなことがありますよね。で中古車屋でもねこのペイペイとか使えるところが出てきたみたいでちょっと行ったことないんですけども。 中古車ってすごいですよね。だから30万とか50万のもの買ってペイペイバッグとかあるわけなんですよ。な、うん。なんでしょうね、これね。で、そのペイペイを司っているソフトバンクグループ、孫正義さん。ね。4兆円ぐらいの利益上げてるというね。何なんだろうということですよね。<laughs> おそらくね、ポイントにすると、これ、税金の問題とかなんですよね。課税所得に今、カウントされてないんじゃないかなと思うんですよ。というのが、ポイントっていうのは、厳密に言うと、所得に関わるんで、 あの確定申告しないといけないんですけども確定申告の欄にポイントを記入するところがないんですよねだから事実上国税も放置してるってところなんだと思うんですよだって申告するところがないんででポイントをいちいちね現金計算してみたいなことしないわけじゃないですか今便宜上例えば1ペイペイは1円というふうに換算してますけども変動する可能性があるんで1円固定どこですればいいんですかとかねどういう解釈なんですかとかね でそもそもそそのポイントっていうのは使った時に現金と同等の効果を発揮するわけで使ってないとかね期限切れでゼロになっちゃうこともあるわけじゃないですかそうなったらその現金ってのは期限がないけどもそれこそ100年前の1円札だって使えますからねでもこうやった期限をもって消失するものに関しましては今度逸失利益っていうね扱いをするのかどうかみたいなねなんかすごい複雑な <laughs> そもそもその。 税金の法体系っていうのが、ポイントなんてのがない世界で作られてきたりとか、まあ、インターネットってものがね、ななんかいない世界で作られてるとかね、してますからね、矛盾をはらんでるかなと。まあでも、暗号通貨に関しましては、簡単にこの税制ができちゃうみたいな、この矛盾。つまり、暗号通貨は税制を作って回収しようと思ってるんだけども、ポイントに関してはほっといてるみたいなね。どっちも仮想通貨ではあるんですけども、妙な感じです。うん、だから、広がるマーケットをいかにね、邪魔してやろうかみたいなね。 それこそ陰謀論がそこに広がっているのかなと思いながらなんかこの税制の矛盾を感じる日々でございました。それじゃいっってらっしゃい